DR2700 型機動車は台湾鉄路管理局の中長距離用の機動車である台湾発のステンレス鋼車体の車両でもあったベースとなったバッド車線 RDC 屋上部の巨大なラジエーターなどの類似点が見られる原型スタイルの銀色全面で走る DR2700 型同門上排気管カバーが目立つ DR2700 型の車内1966年に 東急車両製造で製作され、同年10月22日に台北高尾間で試運転を行い、小解析前相当の生誕80周年に合わせ10月31日に営業運転を開始した。設計コンセプトはアメリカの RDC をベースとした狂気仕様の特急系機動車であり、車体はバッド車のライセンスによる東急車両製造制オールステンレス車体とされた。 エンジンはすでに DR2500、DR2600 系統で実績のあるカミンズ製 335HP1 機。ラジエーターは RDC 同様や値上がり中央に搭載とされた。エンジン2機装備の準備工事もなされているが、引退まで実際に改造されることはなかった。独特の同門状の排気管カバーは、この形式の後1990年前後に製造された。 DR3000 型まで続き、大鉄機動車の特徴となった。運用初期は、西部幹線の光加護として運用され、最高速度は、時速1 1 0トルに達し西部幹線の最速達列車の記録を作った。また、その無塗装銀のステンレス車体は、当時の黒い蒸気機関車と、強烈な対比をなし、白鉄語という愛称で呼ばれている。 1979年西武幹線の電化管制により光化号に代わって自強号の運転が開始、その後北海線のディーゼル誘導列車や東部の中短距離の快速、普通列車等で運用され、最後の活躍の舞台としていたのは台東線であった。1981年3月8日に発生した1二2時自強号の事故を受け、以降全面を警戒色の黄色に塗装している。 ただし後年この軽解色が剥がされた復刻塗装車も登場している。近年になり、中間の付随車が外され2両編成に変更され、中間付随車は、廃車後 35DR2752 ただ1両が保留車として対等機。また DR、DR2719-2712 は、電気補修車 CMB29-30 に改造され、 DR2702、DR 2704は2004年6月に、2708、2713は2002年8月に廃車されている。2014年7月15日をもって営業運転を終了した。最終運転は8連の長編制で、かつての光加護のヘッドマークを掲げ、初代運転士や当時の女性副務員なども来場するなど、 それまでの活躍が称えられた。なお、一部車両の胴体保存が予定されている。これには、比較的状態の良い4両が選ばれ、台湾鉄道の旅完璧ガイドによると、当面の間イベント用に残されるという。2015年11月にも中華民国鉄道文化、協会設立20周年を祝う記念列車が、翌2016年10月には当列車の50周年を記念した。 特別列車が運行された。全面警戒色追加後の DR2700 型、DR2700 型の運転台 DR2700、DR2750。ありがとうございます。